はい、皆さん、こんにちは。どうも、リケです。で,いです、ね、今回はですね、炎上確保で言いたいと思うんですが、ゴールデンウィーク、外出について、お前らバカな、本当に。<laughs> ゴールデンウィーク、まあ、確かに外出したい気持ちはわかるんですが、今はやっぱり、そういう、ウイルスが流行ってる時代なんで、やっぱり、いくらこう、県、県や市が、こういう,なんなんていうのあ、なんて言えばいいんだ、こう、 緊急事態宣言ではないですけど、こうなんか少しこう外出自粛しろみたいなこと言ってなくても、やっぱり外出は自粛するべきなんですよ。だってもうおかしいじゃないですか。こんな人もいるのも。これもうゴールデンウィーク終わったら100%もうあのウイルスが増えていく一方じゃないですか。まあ皆さんはまあこうゴールデンウィーク外出したんだが外出してないんだが分かんないですけどね。まあそれが理由でまあ今回のね、ゴールデンウィーク外出。 してる方も多いんでですすがははっっっ、まあ、っききりり言言言ててままあ高の僕もえよいやもう何だったらもう小学、うん、3年生3年生はどうかわかんないけど小,小5小5や小6でもこれ分かりますよ誰でも分かりますよはっきり言って外出したらああいうウイルスとか危険だろみたいな感じだって沖縄の人たちもはっきり言ってこうなんだろう外こう 県外から来ててくれたた旅行者には嬉しいいいとと思思ますすがただこう不安を抱えるる一方もあると思うんですよなんでかっていうと沖縄は昔こうちょっとすごいことになっちゃうじゃないですかあの変異株が出てきた時あの時すごい感染者が増えたんですよ。ということでですよ沖縄の人た人々はそれを恐れているんですよ。なのにもかかわらず沖縄に来てこういイワーイって言ってる人がいるんですよ。おかしくないですかこれ普通に考えて <laughs>。 いや、おかしいですよね。だってで、わざわざ、こう、沖縄行くんですよ。で、沖縄の人たちは、ぶっちゃけ言ったら、来てほしくないようなもんなんですよ。もう、絶対、増えるって分かってんで。なのに、それなのに、行く人はかなりいるんですよ。本当に、アホなんですか、はっきり言って。<laughs> いや、もう本当に、これは言えますよ。本当に、バカなんて、もう、バカアホは言えますよ、確実に。 もう本当にそういうことを考えないで、もう沖縄、大阪、東京、まあいろんなところ行くんですが、もうそれは本当にやめた方がいいと思います。もうやめた方がいいっていうか、もう、もうみんなもう、今日でもゴールデンウィーク最後なんで、もう多分、まあそれ言っても意味ないんですが、本当にもう、反省してもらいたいですね。こう、ゴールデンウィーク外出し、外出っていうかまあ、こう、県外に行った人はですね。 まあでも、といっても、ゴールデンーク外出とはいえ、やっぱりこう、用事があった方、用事があった方や、用事って言っても、なんかこう絶対行かないといけないこととかや、そうなんだ、仕事、仕事、やっぱり、まあさっきも言った通り、用事ですね。まあ仕事とか、そういう、絶対に行かないとダメなこと、まあ試合でもそうですね、まあ試合、仕事、絶対に行かないといけない用事、まあそんぐらいですね。 まあ本当にもうそれくらい、そうそういうやつだったらもう仕方ない仕方ないんですが、ただそう旅行とかそういうので、もう県外に行くのはどうなのかなって思います。本当に。皆さんはどう思いますかこの高一でもわか分かるんですよ。まあ高一で分からないってやばい,やばいか、逆にやばいんですが、まあこれも小五小五6ぐらいでも分かるんで、もうそれを分かるのに、もうや、 っってるる方もたたくくさんいるんいですよよびっくりしましま僕ニュース見ててもうたくさんいろんな人もなんか外出してこんなに県とか市がそういうのを出,出さなきゃければこんなに人来るんだなーってもうびっくりしましたよ本当にもうあもうなんだろうあきれたというかもうまあなんだろうもう,もう本当に説明はしにくいですけどもまああきれましたねもう一言言いますあきれました本当に。 もうなんでこう,こう出さないだけでもう出さ、出してなかったらじゃあもう行こうってなるんでしょうかね。まあ行ってない方もいるんですが、でも行ってる方は多分かなり多いと思うんですよね。もうなんか渋滞になってるし、なんかいろんなところ行ってるし、中にはもうなんか予定たくさん詰めてる人もいるんでね、もう本当にアホだと思います。もう結論から言いましょう。ゴールデンウィーク、県外。 まあもう、用事、用事じゃなくて、もう旅行とか、そういう旅行目的で行ってるやつら、アホです。<laughs> アホです <laughs>。アホですよ、本当に <laughs>。まあ、これ見て、もう、こいつ、何援助確保で動画出してんだよ、とかって思ってる方もいると思います。もう、そういうので嫌いになった方は、もうチャンネル解除してください、むしろ <laughs>。だってもう、僕は正論言ってるんで、もうこれはゴ、ゴールデンウィークかいゴールデンウィークで、 もう外出、外出っていうかまあ、旅行か。旅行行くとかってもう、オホですよ、簡単に行ってしまえば。<laughs> 簡単にも何もクソもないですからね。まあ、これはもう、正論なんで、正論感、正論感なじゃねえや。<laughs> まあ、覚えておきましょう。はいってな感じです。まあ、僕はですね、ちょっと、まあ、こう、ま、話をまとめるのがちょっと苦手なんで、まあ、ちょっと、 変ななんかこう、語順、語順ではないですけど、なんかこう、変な手順みたいな感じになんか話してしまったんですが、まあこんな感じですね。はい、もうけ、もうさっきも結論言ったんで、もう今は結論言いません。はい、ってな感じです。まあもしですね、この動画がいいと思ったまあいいと思う方は誰もいないと思うんですけど、まあ、共感できるなと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。というわけです、さよなら。